やあ、ボビー、今日も元気かい？おお、はあ。あれ、なんだ？モンスターか？ボビー、スーパートラックを呼ばないと。モンスターがいるぞ。カール、ボビーがモンスターに追いかけられてるんだ。早く行かないと。おおお、モンスター対策は何かな？おお、なるほど、モンスター探知機か。いいぞ。ああ。ボビー、スーパートラックが助けに来たぞ。おお。モンスター探知機使おっか。モンスターなんていないって？さっきいたのに。ボビー、止まれるかい？はあ。スーパートラック、何か見つけたみたいだね。これってモンスターじゃなくてただのゴミじゃないか。おお、海藻を巻き込んじゃったみたいだね、ボビー。はあ。おお、それどうするんだい？おお、ああ、なるほどね。おお。ベルブスーパートラック、おお、
ベンのリンゴ園繁盛してるね。ビリーがお手伝いしてるのかな。やあベン。やあビリー、よくできてるみたいだね。これ時間かかりそうだな。リンゴ園でかいからね。疲れたかい？でもまだまだたくさんのリンゴがあるからな。しかももうすぐで夜になっちゃうよ。スーパートラックに連絡しよっか。彼なら何とかしてくれるんじゃないかな。やあカール、歯磨きの途中申し訳ないけど手伝ってほしいんだ。ビリーとベンがリンゴを収穫してるんだけど、まだまだたくさんあるんだ。なんとかして手伝えないかい？急がないとカール。スプリングトラックだって？でもそれで何をするんだい？ジャンプをすることの意味って一体なんだろう。そのスコープ、リンゴとどう関係があるんだろうな。まあスーパートラック、あとは任せるよ。かっこいいでしょ。けどこれで一体何をするのかまだ分かってないんだ。ああ、大きくジャンプをしてリンゴを落とすって？なるほどね。何も見えないかい？じゃあライトを使おっか。あったぞ。いいかい？よし、じゃあやってみよう。いいぞスーパートラック、そのまま続けるんだ。おお、リンゴたくさん取れたね。
これで全部かい？いいぞ、スーパートラック。じゃあ、ベンとビリーのとこに行こっか。スーパートラックにあげたいものがあるって？たくさんのリンゴか。ありがとうね、スーパートラック。助かったよ。じゃあまたね。やあ、アンバー。今日は星が綺麗だね。おお、よく見えてるね。何か見えるかい、アンバー。隕石だって？まずいぞ。そうだね、スーパートラックを呼ぼっか。アラームを鳴らしに行こう。ヤーカール、カーシティに隕石が落ちそうなんだ。なんとかできないかい？よし、じゃあ行こう。今日は何になるんだい？ロケットか。なるほどね。カール、本物のロケットみたいじゃないか。そしたらカウントダウンをしよっか。3、2、1、発射。おお、カール、隕石見えるかい？すぐそこにあるって？気をつけてね、スーパートラック。ぶつかるぞ。カール、気をつけてよ。おっと、危なかったね。隕石だぞ。カシティに落ちる前に何とかしないと。どうやって止めるんだい？
またレーザーを使うって？あらら。おお。おお。いいぞスーパートラック。ありがとうね、スーパートラック。ヘルプ。これでカーシティも無事だね。じゃあ、またね。ヤーマット、今日は星を見るには完璧な夜だね。おう、宇宙だと太陽は地球で見るより何倍も明るいから目を守るためにサングラスをつけてるんだね。うふん。ロッキーはどこだい？ UFO だ。ロッキー多分驚いて逃げちゃったんじゃないかな。いたぞ。燃料を使い果たしちゃったのかな。宇宙から帰ってこれなくなっちゃう。ペペンファーペペンファ。そうだね、マット、スーパートラックを呼ぼう。ロッキーが宇宙人から逃げてたら燃料がなくなっちゃったんだ。このままじゃ帰れなくなっちゃう。ロケットを捕まえられる方法はただ一つ、他のロケットを使うことだ。5、4、3、2、1、発射。スーパートラック行くんだ。探すんだ、スーパートラック。ヘルプ。ロッキーが怖がってた宇宙人がいるぞ。気をつけて、スーパートラック。おう。ああ、助けようとしてたけど、ロッキーが聞く耳を持ってなかったってさ。小惑星帯の方に行っちゃってるな。
このままだとロッキーが粉々になっちゃうよ。諦めないで、スーパートラック。おお、あんまり時間がないぞ。追いついたぞ。おお、おお、そうだね、燃料を少し分けよう。そしたら地球に戻ってこれるね。おお、ロッキー、あとは君次第だぞ。うん、うん、うん、じゃあ帰ろう。はあ、全部見てたかい、マット。あは、パディパッパー、ペッパーパパ。もうすぐ作って。あはい。あら、はる？マビーヌマパパニューパパ。そうだね、マット。ロッキーみたいに経験豊富でも、旅をするときはこういうことが起きちゃうんだ。スーパートラックがいて、なんとかなったけどね。あはい、じゃあまたね。